あ、こんにちは。今日はですね、英文法の核になる点を3つですね。1つは現在進行形、2つ目は現在完了形、で3つ目は仮定法と、この3つをなぜ今日取り扱うかというと、もちろん何をやるにしてもすごく重要と、あともう1つはですね、いろんな暗記を、無駄な暗記をさせられてしまう分野がここだったりするんですね。そして3つ目は、めちゃくちゃ何気にビジネスでよく使うと、受験とかそういったものではもちろん大事ですけども、ビジネスでも使うということで、この3点をですね、少し話していきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、現在進行形の考え方。そうすると、まず世間の従来の考え方ですね、現在進行形というのは、まず基本は進行形は B プラス ING だと。でこっからがいろいろ暗記をさせられてしまうんですけれども、1番目として、die ですね、He is dying、彼は死んでいるじゃなくて死にかけていると訳さなきゃいけないっていう、まあこういうことを暗記させられたりとかですね。あとは、They are marrying で、例えば Next 何でもいいんですけど Next week とか、これは進行形が未来を表す用法であるとか、こういうね、進行形で未来を表せる、進行形は今のことを進行形ですよね。だけど Next week、 来週結婚する予定だと、そういう未来を表す用法もあるであるとか、まああと進行形にできない動詞があって、Liking、 Be Liking とは言わないとか、あとは Have は持つの時は進行形にしないんだけど食べる時は進行形ですとか、まあいろんなこうルールがあるわけですね。これを一つの考え方から全部切っていきましょうと、こんなに覚えることはないんだということが、まず今日の前半というか一つ目の目標になります。では一番大事なことなんですけども、現在進行形ですね、まあ進行形、皆さん、僕も中学校の時に進行形っていうのは、していると習ったんですけど、微妙な修正が必要です。している途中だと、進行形っていうのは途中っていうのが一番大事な考え方なので、これをしっかりと押さえていただいて、さっきの4つを注意点1234を全部この考え方から全部切っていきましょうということです。では最初に覚えるのはこれだけです。している途中、はい、それでいきますよ。その前に基本を話さないといけないですね。I am reading the book、はい、これを私は本を読んでいます、読んでいるところですって訳すんじゃなくて、私は本を読んでいる途中だと考えてください。まあこの時点だと何が違うのかまだピンとこないでしょうが、とにかく途中です。そうすると途中という概念があれば、一つ目ですね、途中ってことはその動作を完了する行為に向かっていると、その行為に向かっている途中っていうことです。はい、すなわちどういうことかというと、He is dying っていうのは彼は死に向かっている途中ですと。そこから彼は死にかけていますと。別に dying に何か特別な意味があるわけじゃないですね。彼は、死にかけています。まだ死んでませんから。死んでいる途中だという考え方で、まあ、死にかかっていると。dying が特別って考える必要はないよと。で、もう一つは、まあ、これぐらいはそんな難しくないんですけど、途中。やっぱりその行為に向かっていると一緒ですね。その行為に向かっていると、そこから予定を表せるんだと、ということです。先ほどの例文もう一回書いてみましょう。 They are marrying next week。 こうあった時にもう一回話しますが、従来は彼らは来週結婚する予定です。進行形が未来を表すと、なんかよくわかんない難しい言葉を並べられるんですが、もう一回ですね。結婚に向かっている途中、その行為に結婚に向かっていると、はい、ですから彼らは来週結婚という行為をするわけです。その行為に向かっている、したがってそこから結婚をする予定だという意味が生まれます。もうちょっと分かりやすく言うと、例えばこの予定を表すとき、進行形使うときっていうのは、実際一歩踏み出して、なんか途中じゃないといけないですね。例えば結婚するっていうのは、まあ、サイトは式場を決めたりとか、ドレスの色を決めたりとか、そういうこと、まあ、それをしている時点で結婚式はまだやってませんけど、結婚にちょっと向かってますよね。途中、結婚してる最中ですよね、ある意味ね。ですからこういう、言ってみれば手帳に書く予定っていうのは B プラス ING で使えると
いうことになるので、実際こう手帳の予定っていうのはこのように進行形が使われるということです。ですから例えばまあ僕普段予備校で教えてるんですけれども、どんなに高校生かカップルが仲良くて、あもうこいつら絶対5年したら結婚するなっていう、そういう確信があったとしても、その2人はまだ結婚には何も向かってないわけですよね。式場を決めたりとかドレス決めたりとか絶対してないわけですから、They are marrying とは絶対言わないですね。本人たちはまあもちろんそのつもりでかもしれないけれども、そういう時は絶対使っちゃいけないというのは、手帳に書くような予定というのは B プラス ING と。ですからまあ皆さんも社会人の方なんかは特に手帳に書く時というのは進行形を意識して、いただければいいかなと。何気によく使いますので、これがまあ進行形は未来を表すという方です。もちろん暗記しないでくださいね。もう一回言いますよ。進行はしている途中、途中からその行為に向かっているから当然予定の意味を表せると。あとは例えば出張の時もそうですね。例えばI'mGoing to、まあ、Tokyo と。 I'm going to Tokyo。 ここ Be going 使ってるということは当然手帳に書くような予定で、実際東京に、まあ、一歩も近づいてませんけど何かしらの手はずは済んでると、飛行機のチケットを買ってるとかホテルを予約してるとかいう時に I'm going to Tokyo っていうのが使えるんですよと。これが進行形が予定を表すということです。で次3つ目に行きますが、ここからですね本題は、進行形にできない動詞もあるって言って、例えば like とか、love とか、まあ一覧をダーッと流すとですね、進行形にできない動詞、まあちょっと普通の従来の考え方を話しましょう。ここは軽く聞いててください。動詞 V ですね、ちゃんと書きましょうか。動詞、ここはちょっと暗記英語の話なので軽く聞いててください。なんか昔こういうのやったなって思い出していただければ結構です。動詞には動作を表す動詞と、状態を表す動詞があると。で、状態を表す動詞は進行形できないと。例えば like、 例えば love、 例えば believe、 あとはまあ大学入試なんかでよく出るのは resemble とか、belong to とか、まあ書き出すときりないわけですけれども、似ているとか属しているって言います。こういうのは進行形できませんから、似ている、似ているだからって言って I'm resembling my mother とか言っちゃいけないよと習うわけですね。だからここを暗記しようと言われてしまうんですが、この考え方をちょっといらないよという話をしていきますね。もう消しちゃいます。そうするとどうすればいいかということなんですけど、もう一回基本確認してください。進行形は途中っていう考え方です。途中って考え方が進行形なんだから、それ逆にしちゃえば途中って考え方が合わないものは進行形にしない、それだけなんです。途中が、まあ、フィットしないというかですね、合わないものは当然進行形不可であるということです。例えば自己紹介で私猫が好きですっていう時は I like cats と、 I like cats になるわけですね。これを私は猫が好きな状態ですなんか言って I'm liking cats っていうのは当然こっちは OK でこっちは×なんです。なんでか分かりますか？ like に途中って考え方ないですよね。まあ簡単に言っちゃえば途中って訳してみておかしかったら全部×なんですよ。私は猫を好きな途中ですとは言いませんよね。ですからダメなんです。ちょっと話を基本に戻りましょうか。I'm running、ね、私は走っている途中ですっていうのはこれはありですよね。だから run は進行形にすると。受験生なんかは例えば study、 I'm studying、 私は勉強している途中ですと、これも余裕でありだと。途中だからすぐやめちゃう、やめちゃって大変だから、ま、やめちゃうとそのまま勉強できなくなっちゃうからまた頑張ると、やめては頑張るの繰り返しですから、こういう途中って概念があるものは OK だけど、私は猫が好きな途中って意味不明ですから、こういうのはダメだよと。とか He is、 もうやりだすと切りないですが Resembling his mother、 彼母ちゃんにすげえ似てるなんていう時、似ているだからって、彼はお母さんに似ている途中だとは言いませんよね。ですからこういう使い方は原則的に使わないんだと、いうことになって、これだけです。途中って概念が合わないものは進行形にしないと。で、まあ、最初はこういちいち面倒くさいですけど訳して考えてみれば、分かります。で最初は面倒くさくてもいくつかやっててもすぐピンとくるようになりますから、途中という考え方が合わないものは進行形にしない。もう一回言いましょう。進行形というのは途中って言うんです。だからそれと合わないものは進行形にしないということで、別に暗記なんか一つもいらないんですね。ということです。